はい、皆さんこんにちは、クオです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。さて、今日もですね、すごい爆益のチャンスとなる情報というのをお伝えしたいと思います。で、今日の情報というのは、めちゃくちゃ簡単なので、もう正直誰でもできます。そしてもう本当にお金もかからない、ただで、2516万円をゲットするという方法になってますので、期待して、ください。で、まずは僕のことをご存じない方のために簡単に自己紹介しておきますと、投資歴が12年目になります。で、もともと仮想通貨のですね、はるか昔から FX をやってまして、で、FX バイナリー株など仮想通貨以外も何でもやっています。特にこだわりなくですね、まんべんなく、やることでリスク分散させて、で、その中でも一番、稼ぎ時みたいなものがですね、その時によって違うんですけども、それに注力することでリターンを最大化するという、戦略を取っています。はい。で、下の方に書いてあるんですけども、主婦の方でも鼻くそほじほじせんべい食いながら毎月何十万円も稼げるという情報を限定で LINE の方で、配信してますので、登録されてない方は今ポチッと1秒でできますので、してみてください。今後の人生がめちゃくちゃ明るくなります。はい。ではですね、今日の1個目、1個目というか、2つ目ですね、とも関わりがあるんですけども、まずは、この1個目のテーマということで、Twitter NFT が熱すぎるという件なんですけれども、皆さんこのニュースご存知の方も多いと思うんですけども、ジャック・ドーシーさんっていう Twitter の創業者、CEO ですね。はい。で、この方の最初のツイートっていうのが、3億円でですね、3億円ちょっと、3億1500万円、これかな、で、落札されたと、いうニュースが話題になったことがあるので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ツイッターってすごいですね、仮想通貨に対して、ツイッター社っていうのは、このジャック・ドーシーさんもそうなんですけど、会社としても、個人としても、ものすごい仮想通貨、ビットコイン、に未来を感じている人間なんですよね。で、このニュースでもあるとですね、ツイッターがビットコイン投げ銭機能をリリースと。はい。なので、ツイッターのアカウントにですね、ビットコインの、アドレス、あとイーサリアムもできるかな、アドレスを載っけることで、有益なツイートをしてる人に対してですね、ファンみたいな形で、お礼みたいな形で投げ銭をビットコインとかイーサリアムですることができるみたいな機能が、もう先日つきました。で、そうすることによってどうなるかというと、ビットコイン、イーサリアムがですね、もう世の中に浸透するので、ツイッターのユーザーって、アクティブユーザー何十億っていると思うんですけども、そういったユーザーに対して、ビットコイン、イーサリアムが、使う動機になるっていうことですね。なので、かなりですね、これは仮想通貨市場としてはグッドニュースです。はい。で、その方がですね、やってる、ツイッター、その方がというか、ツイッター社がですね、を作ったこのジャック・ドーシーさんの最初の投稿に、3億円ぐらいの価値が、実際についたわけですね。はい。で、それよりちょっと後にですね、ツイッターが初の NFT を一般のそのユーザー向けに発行したんですよ。で、こういった、懐かしいですね。たまごっちみたいな、おもちゃをモチーフにしたものが配られたり、他にもいろいろあるんですけども、7種類、計20個なので、140人に向けて、配られたと。で、配られたものが、これですね、1、2、3、4、5、6、7種類を20個ずつなので、計140個ですね。ツイッターのユーザーに向けて無料で配られました。はい。で、それがですね、今、どれぐらいの価値があるのっていうことなんですよ。で、それを見ていきたいと思います。ドン、オープンシーですね。世界で一番活発な NFT のマーケットプレイス。NFT を売り買いできるですね、サイトみたいなものだと思ってください。で、ここが一番取引高が多いので、いろんなものがこう扱われてるんですけども、その中でですね、Twitter のこの、NFT
っていうのをですね、このサーチのところで検索できるのでしました。はい、でこれイーサリアムの価格なんですよ。見てください。57、58、60、69、69、89、269、はい、でこれは今このオーナーが、持ち主が出品してる値段なんですよね。で前価格っていうのが、その人が買った値段ってことなんですけども、なのでまあ値付けは誰でもね高い値段つけれるわけですよ。はい、ただ前に買った人は実際にその価格でお金出してイーサリアム出して買ってるんで、それは過去にもう実際に出来高として生まれた価格になるわけですね。でその中で一番高いのが68イーサリアムってことなんですね。はい、で68イーサリアムって今いくらかというと、68×37万円ですね。1イーサー37万円、はい、2516万円ということで、とんでもないですね。この緑のやつは2516万円分のイーサで買った人がいると。まあそれ以外のやつもですね、もう最低でも35イーサが最低で、まあ大体軒並み50超えてるので、もう2000万ちょっとぐらいかな、の、2000万ぐらいのかな、2000万弱かぐらいでは値段がもう、それを買った人たちがいるということで、これ需要なのでもう一回言いますけど、もともとタダでもらったものです。タダです。はい、ただツイッターの、ユーザーがですね、まあ、あることをしたらタダでもらえたものが、もちろんその最初にね持ってた人はこの値段では出してないと思うんですよ。転売っていうのがされて今この値段になってるってことなんですけど、まあそれでもまあ中にはね、売って最初にもらってから売ってないっていう人もいるはずなんですね。でそういった方は今売ろうと思ったらもう2500万とか、まあ最低でも2000万ぐらいでは、売ることができるというような状況になってます。ただでもらったものが、何度も言いますよ、ただでもらったものが2000万とか2500万とかで、売れているんですよね。はい、でそんなこと普通ないじゃないですか。普通に生きてたらないんじゃない、ないと思うんですよね。はい、でもあるのが仮想通貨の世界なんですよ。なので本当にチャンスに溢れまくっていると、何度も言ってるってことですね。でこの、表はですね、僕は過去にこの動画で配信してきた実績っていうのの一部をですね、本当にごく一部だけですをまとめてます。これ以外でもですね、もうたくさん爆撃になっているものがあるんですけども、これもう本当に少額で、オーロなんかは1万3000円がですね3000何百万とか、アトラスとか 5.5 万円が500万から1000万ぐらいになってます。本当に短い期間で1週間とかそれぐらいで、1週間とか2週間とか、ぐらいの短い期間で本当に少額がですね、何千万っていうのに化けています。でそれをこれ熱いよということで配信をして、で、実際に行動を移した方は爆益になっています。でさっきのツイッターしっかりですね、ここにあるような、僕が配信してきたものしっかりですね、本当に仮想通貨チャンスに溢れまくっているので、ぜひですね、行動に移してもらいたいですね。で、コツがあるんですけども、いい情報っていうのをですね、仕入れて、で素早く行動するっていうことで、爆益、こういったものにつな、がりますので、まずはそのいい情報っていうのを取得する必要があります。ただそれは大丈夫です。僕のこのチャンネルを見てもらっていれば、そのいい情報、質の高い情報っていうのを、得ることができます。でそのためにですね、質の高い情報を受けてから素早く動くためですね、公式 LINE の方を登録してください。そうすると LINE でプッシュ通知がいきますんで、最速で受け取ることができます。で最速で受け取ってすぐ行動することで、このような爆益をですね、生むことができますので、LINE の方の登録よろしくお願いします。
あと YouTube の方であのこういったグッドボタンっていう機能があるんですよね。でここをですね押していただくと僕のテンションがですねモリモリモリって上がるんで、ここを皆さんモリ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 押してもらうと僕がモリ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 テンションが上がっていろいろ頑張ってですねリサーチをしてきます。はい、でそれをですね日々の動画でモリ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 アップしてますので、ぜひこのグッドボタンを押してください。モリ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 押してもらうことであの僕のテンションモリモリ上がってですね、いい動画っていうのをモリ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 情報を発信していきますので、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。これがあの皆さんにですね還元されますので、ぜひ押してください。あとは公式 LINE 以外もですね YouTube もですねあのプッシュ通知届くようになってますので、登録とあとはこのベルのボタンでですね、素早く届くような状態にしておいてもらうと、僕の質の高い情報を素早く受け取ることができて、それが皆さんのその利益というのに爆撃につながりますので、この辺のあたりですねよろしくお願いします。で今日のですねあの2番目、ただで2516万円もらう方法ということで、この2516という数字ちょっと見たことあるなと。でさっき話しました、はい、Twitter の初 NFT がですねのうちの7種類のうちの1個が、68イーサで売れてですね、今1イーサ37万円なので、2516万円という価値がついているということなんですね。でこれがですね NFT、 Twitter の NFT はもうすでに、夏頃にですねプレゼントされて、たわけなんですけども、実はあの新しいのがもらえるんじゃないかという、密かな噂があります。それがどういうことかと言いますと、 Twitter Japan っていうアカウントがあるんですよね。はい、Twitter のまあ日本語のアカウントです。はい、でここのですね、ツイートでこう何かいるっていう招き猫の画像のまあ一部みたいなのがこうほのめかしでツイートされてるんですよ。でこれが実はその NFT 化されてもらえるんじゃないかっていう憶測っていうのが、界隈のですね結構強い人たち、ごく一部のかなり利益を出している人たちの中では、有名になっていると。でここにですね対してアクションを起こすことでこれがもらえる、かもしれません。これがまあ NFT として配りますよっていう発表はないんですけども、給付金と一緒でエアドロップ給付金で僕らの動画何個も出してるんですけども、このもらえるみたいな、まずそもそもトークンがですねエアドロップ、発行されるかっていう給付に関してはそういった発表もないですし、実際にその発行されトークンがですね配られるとしても、その権利っていうですね何をしたらっていう条件っていうのも開示されてないので、本当に行動をですね素早くしてある時までにあることをやっていたらもらえたみたいな、でそのもらえたものが何千万みたいになっちゃうっていうのがこの仮想通貨の世界なんですよ。でこういった確定ではないものっていうのが実は一番熱いんですよね。はい、これ自体もそのもらえるかどうかっていうのは、そもそも NFT として渡されるかどうかもわからないという状態なんですけども、こういったですねなんかほのめかしからのエアドロップっていうのが一番熱い。なぜかというとそもそもレアリティが高いっていうのと、あとは競合が少ないということですね。はい、でレアリティ高いものをですね競合が少ないということでゲットできる可能性があります。で給付金に関してエアドロ給付金に関して言えば、自分のその枚数っていうのが増えるので、競合が少ないことで枚数が増えるので、そのトークンが価値がついたら爆益になるという、そういった構図でエアドロ給付金っていうのは熱いと僕は何度も言ってきたんですけども、このツイッターのですねさっき見てもらったこういった7種類のうち、7個が全て20個ずつあるので合計で140なんですよ。で140っていうのはツイッターご存知の方なら、ピンとくる数字で140文字っていうことなんですよね。1投稿あたり140文字、ツイートできるっていうので、20個ずつで7個で140という、でその140個あるのがですねこういった2516万円っていう、それ以外もですね2000万近い価値っていうのが今ついてるわけなんですけども、140個あってこの価値であればですよ、仮にこれが NFT 化されて、で何個とかその数とかはわかんないですけど、
まあ、仮に140より数が少なかったら、まあ、1種類あたり20個なので20個より少なかったら、さっきのこれ以上の価値に、なると思いませんか。20個で多分これと同じぐらいの価値になるわけなんですよね。で20個以下であれば、その価値っていうのはもっと上がってきます。でクリプトパンクスってあるじゃないですか、あのドット絵のやつが、はい、あれは世界最古での NFT と言われているので、1万個でもね、それあれだけの何億っていう価値があるんですけども、のとりあえず供給数っていうのは少なければ少ない方がいいんですよ、はい、なのでさっき言ったのツイッター今140個しかないということ でそれにですね、新しくこれがまあできるかどうかっていうところなんですけども、これが出てきた時に、実際にもらえた時に、数が少なければ少ないほど価値が高いということで、まあ、20個でこれぐらいの価値には、なるんじゃないかなと思います、はい、でもちろんもともとね配られたやつもどんどん値段上がってるので、この放送をですねやってる間にも値段が上がってる可能性もありますし、1ヶ月後2ヶ月後になればさらに上がってる可能性もあるということで、これがですね実際に NFT としてもらえた時の、価格っていうのはこれをしのぐ可能性も大いにあると思っています。で実際にこれもらい方なんですけど、もらい方というか、このコメント、ここにですね、まあ、アピールするっていうことですね。あとはリツイートとかいいねとかしとくとよりいいと思います、はい、でこの辺のアカウントの人たちって本当にツイッター界隈で、まあ、よく見る、強いめちゃくちゃ稼いでる人たちですね。でこの辺りの人たちが、NFT これがですよ、NFT として配られるんじゃないかみたいな憶測を持って、でもすっとすぐ行動を移してるわけですね、はい、この投稿が出た、その日にはですねもうここにコメントを残してるわけですよ、はい、でこういうことをし続けてる人が利益を出しているというわけです。で今日はツイッターの NFT ですね、ジャック同士さんの初ツイートが3億1500万円ついてるということ で、まあ、あれはちょっと特別だとしても、一般の人に配られた140個の NFT がこのオープンシーっていうマーケットプレイスで2516万円みたいな価値がついちゃっています、はい、でこれ無料で配られたものです。何度でも言いますけど無料で配られたもので、実際にくださいってコメントをしただけでもらえたものが2516万円です。もう本当に意味のわかんないような話だと思うんですけども、これ現実に起きていることなので、それぐらい仮想通貨の世界っていうのは本当にバグっている、まあ熱いっていうことなんですけれども、でそういったチャンスがですねまた来たんじゃないかということで噂されているのが、さっきのですね招き猫のやつです、はい、で本当に行動をツイッターにですね、本当コメントをつけるだけで2516万円ですね、もらえるかもしれません。で、価格としてはそれ以上になる可能性だってあります。ですので、このツイッタージャパンの、このツイートに対してですね、コメントを、本当に3秒で、ツイッターアカウント持ってる人は3秒で残せますので、やってみてください。はい、それだけで、後でですね、本当にこんなレベルの2516万円レベルの大金っていうのが、得られる可能性がありますので、ぜひやってみてください。で今日の冒頭の方でも言いましたけども、中盤ぐらいかな、爆益の公式っていうのがありまして、質の良い情報っていうのを素早く行動することで爆益になります。さっきのその招き猫のですねツイートに対して、もうすぐですねそのコメントを残していってた人たち、あの人たちは本当に仮想通貨で億レベルの、稼いでる人たちです、はい、それぐらいめちゃくちゃ稼いでる人たちは本当に素早く行動をしています、はい、でも投資歴がですね、まあ、短かったり、まあ、よく仮想通貨のこと分かんないっていう方は、質の良い情報っていうのを素早く動くことができても、質の良い情報っていうのが、まあ、正直分かんないかと思いますが、はい、そこは安心してください。僕のこのチャンネルで質の良い情報っていうのを、やってますので、配信してますので、はい、過去にですね、本当にもう嘘偽りなく、爆益っていうのをたくさん叩き出していて、実際にこのチャンネル見て、LINE のですね、登録をして、で、実際にこれをやりました、あれをやりましたって方が、本当に何百万円、何千万円っていうレベルで、
儲かっています。でありがとうございましたってお声をたくさんいただいてます。で僕も本当に嬉しく思います。なので、質の良い情報というのはこのチャンネルで配信してきますので、公式 LINE の方ですね、本当に1秒で終わりますので登録の方してみてください。それで爆速でですね、最速で情報を受け取って、で素早く行動してください。もうこれですね、本当に情報は僕は発信しますので素早く行動してください。はい、それでも爆益になりますので、2516万円みたいな利益を、ギャグみたいな利益なんですけど、これを得ることができますので、素早く行動っていうのをぜひ心がけてください。でいつもですね、本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。で、グッドボタンの方ですね、この動画いいなと思ってもらえたら、押してください。で、そうするとですね、僕のテンションももりもり上がって、で、いい情報っていうのをですね、頑張って、探して、で、明日は何を届けよう、明後日は何を届けようかっていうのを、日々ですね、こう考えているわけなんですけども、それのモチベーションになりますので、ここのですね、グッドってところをポチッと押してもらえると、皆さんに質の良い情報っていうのを届けることができますので、はい。で、それを受け取ってもらって、素早く行動してもらって、爆益っていうのを、ぜひ、得てもらえたらと思います。それが本当に可能なのが仮想通貨の世界ですので、このですね、チャンスを逃さないようにしてください。はい。それではいつも最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。